この巨大な影はゴジラだ。動物にして動物にやらす。あんな生物はこれまでの地球の歴史に存在しなかった。ゴジラが東京湾のいずれかに上陸するのは必至と思われます。陸海空三軍一体のゴジラ迎撃作戦を展開します。ゴジラ発見、隊形を東京湾に向けて移動中です。アメリカとソ連にゴジラが現れたら、首都ワシントンやモスクワでためらわずに核兵器を使える勇気がありますか？ウェルカムゴジラか？でっかい顔して歩くんじゃねえ、この野郎、田舎者が。兄は生きてるんですか？衛星から核弾頭がゴジラめがけて発射されてしまったそうです。このままですと約30分後に核弾頭はゴジラに命中します。つまり新宿で核爆発が。30分後